ビッグホップガーデンモール印材は、芝県印材市に立地する複合商業施設である。商業施設のほか、観覧車や屋内動物園などの遊園施設や、印材市役所も、同建物内に入る。施設は、バリューモールと牧野原ふれあいモールの二つのエリアから、構成されている。バリューモールは2015年11月現在、アウトレット系店舗を中心に約70店舗が、 営業している。中心部には高さ50メートルの観覧車があり、投資施設のランドマーク的存在となっている。また、中央の広場にはステージがあり、週末には各種イベントが開催される。印在牧野原駅前に隣接する牧野原触れ合いモールは、イタリアの村をイメージした作りになっている。北総線及び国道464号線に面しており、 隣接して、牧野原モア、フォレストモールイン飲在牧野原、ジョイフル本立場ニュータウン店、US シネマ千葉ニュータウンなどがあり、周辺一帯は、北総地区における広大なショッピングエリアを形成している。2007年のオープン時には年間来場者600万人を目標とするなど、大きな期待が寄せられていたが、開業後わずか7ヶ月で開発、運営会社が経営破綻し、 その後近隣に競合施設がオープンするなどしたため、客足が伸びず、運営会社が次々と変わるなど、不安定な経営が続いていた。それに伴い、バリューモールは当初アウトレットモールとして期待され、約100店舗の専門店が集積していたが、その後撤退が相次いだ。前提の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップ検索を参照。オープンモール2階にある、 完全屋内型遊園地。大型のエアー遊具を揃える、ふわふわエリアや百数十着の衣装やアクセサリーを着用し、撮影専用ブースにて、手持ちカメラなどで撮影できる、ファッションフォトスタジオ、毎日複数回のイベントが開催される、イベント広場、異物混入や衛生管理の面でも、公園の砂場と比較して安全な、サラサラ砂場、 専用のコースを走らせることができるキッズサーキットなどテーマ別にアトラクションが展開。オープンモール2階にある完全屋内動物園。2014年3月21日にマフ1号店としてオープン。株式会社マフが運営する屋内動物園と屋内動物カフェの全社。ふれあい動物園、保護犬カフェ、屋内ドッグラン。 トリミングルームなどが集まった450坪の屋内型複合型店舗。触れ合い動物園アルパカやヤギ、羊などのファーム動物から、ウサギモルモットヒヨコなどの小動物、ヘビやカメなどの爬虫類、フクロウなどの猛禽類、インコハト、オウムなどの鳥類などのたくさんの動物と触れ合うことができる施設。ペットを連れての入園は不可で、ペットは トリミングルームで一時預かりをしている。保護犬カフェペットショップや行政から保護された犬や猫と、里親との橋渡しを目的にしたカフェ。30から40頭ほどのワンキャスト、10匹の猫キャストがいる。カフェの飲食商品売り上げの一部は保護犬の活動費として役立てている。その他の施設は以下。ビッグホップガーデンモール印材の広告ラッピングが、 施された神経性 N800 系電車輪設地は、ガーデンコート西の原や、フローラルシティ西の原、アバントーネ原などの住宅団地などで形成されている。商業施設は、国道464号線沿いに、家電量販店や牧野原ファッションモールなど、多種多様で形成されている。また、奈良市のカントリークラブキングクイーンコースも近い。ありがとうございます。